ザ・ビーズ30周年ですよ。すごいね。もう俺たちも、うん、ピーズ、まあハルくん、アビさん、うん、ともう27年の付けなんだよね。長いよね。まさに戦友ですね。最初のお滝橋通りにあった新宿ロフトとかさ、うんうんうん、でよく、まあ、一緒にやってたよね。あと思い出すのは、うん、ロフトサーキットかね。あ、一緒にツアーしたじゃない。あ、そうだね。うん、そうだね。もうそうだよ、若者だって俺たちみんな。まあ30周年で、うん、6月9日、うん、ロックの日に、まあ、武道館をやる、うんうん、でもさ、こうピーズはさ、うん、例えば俺好きな曲でも、うん、やっぱカバーしにくい曲が多いわけよ。その歌詞が俺が歌っても様にならないみたいな。なるほど。例えば、うん、オナニー禁止令とかインランベイビーとか、まあね、でもすごくかっこいいじゃん曲だけど、キャラがあるからね。キャラがあるからね、ちょっとカバーしにくい曲もあるし、うん、あとまあよくあれでメジャーでやってたよね。なかなかお父さんお母さんに聞かせられないイメージがちょっとあったよ ね。クズになってこうのジャケットとかわけわかんねえ、やばいやつだったよね。あれメジャーから出てんだもんね。あれ今ではできないかな、あれ。ぶっ飛んだバンドだね、うん、思うと。なんかしんちゃんが加入してからもう15年らしいよ、うん、あ、そんなになるの。そんなになるね。あいつ長持ちしてんね。そうそうそう、2つバンドやれる体力があるなんて、うん、意外ですけどね、うん、まあでもきっちりどっちもこなして15年か、大したもんだね。ほんでまあまあ、6月9日武道館、うん、そのほら人気あるバンドがさ、うん、武道館何回もやってんのはまあよくあるけどさ、うん、新一郎的にはさ違うバンドで、うん、どっちもメジャーっぽくないバンドで、うん、時間かけてどっちも武道館にたどり着くってなかなかすごくない？もしかして、うん、持ってる人？いや、それは思いたくないな。いや、それは違うでしょ。持ってない。いや、それはやっぱピースで言うと、うん、アル君、アミさんの力でしょ。持ってたんだ。で、ピローズで言うと俺たちの力でしょ。便乗してるだけか。でもすごいよね、2つで、まあね、ラッキーパーソンかもしれない、ね、2度目の武道館で、うん、違うバンドだからね、うん、大したもんだよ、うん、まあ6月9日武道館楽しみですねということで、うんうん、ちょっとね、このザ・ピーズファンクラブとして僕はその弾き語りとかコピーバンド的なことを、うん、まあ、ちょっとや暇を見つけちゃやっていきたいなと思って、うん、でまあまあ、一発目はやはり真鍋君と二人でしょうっていう、そうですね、ことで、うん、まあ本当はねインランベイビーとかも歌いたいんだけど、なんかね、なんで縛って飼い鳴らしとかさ、まあそこまで言えばさ、たまんねえっていうところがあって、たまんねえとかがなんか俺うまく言えるかなっていうか、歌うと言えないかもね、うん、普段だったら言えんだけどね。普段言うけどね。普段、たまんねえなーって、そんな言ってねえだろ。言ってなかったっけ。そんな、なかなか言わないよ。たまんねえなって。あ、そうでしたか。まあ、ということで、うん、まあ、一応俺でも、まあ、なんとなく、似合う範囲だなと思って、うん、あと、まあ、一応30周年祝ということで、うん、やっとハッピーよ。お、やりましょう。やりましょう。じゃあ準備します。はい。よし。オナニー禁止令ってすごいよね。でもあれ超いい曲だじゃん。意味なんかないえ、意味なんかないえ、僕を使ってよって歌えねえな、やっぱ。男の子の根底を歌った歌だよね。そうだね、うん、じゃあやりましょう。
行きますか。行きましょう。やっとハッピー。うん。一緒だ。